まで見ると本当体のぶつけ合いなんかは全く厭わず積極的に来ますね、はい、初めてのセットプレー中島上げてヘディングシュート、ゴーベルヤネズです。中島のキックも良かったです。中島も今年はなでしこリーグに出てくるところに対する、ディフェンスラインと中盤の守備の仕方っていうのをね、何度も時間をかけて確認していました、はい、中島これはしっかりと抜け出しました。ゴーベルヤネズからですが、これがオフサイドフラッグ上がっています。オフサイドフラッグが上がっています。今日は本当にすごくいい試合だったとやっていてね、もう見ている人もそう感じましたし、やってる本人たちもそうだったんですね、前でボールを奪いました。ゴベルのシュート、あ、効いています。そうですね、さあ左へ展開、その得意の左へ展開してくる。ララから中央へ、右に今度は送ります。ミドルレンジショートパスを出しました。もう一回抜け出すところ、その前に笛が鳴りました。13番のアスカニオはニックネームがミクって言うんですよね、それでシャツにミクって書いて試合に出るような大会もあったそうで、はい、日本には初音ミクがいるので、はい、昨日プレゼントしました。ゴーベルヤネズからもう一回戻す。ゴーベルヤネズ決まりました。先制ゴールはゴーベルヤネズ、アイナクゴーベルヨネスタ。前半の15分先制点が入りました。ああ、そしてここでゴールパフォーマンスが出ましたね。歓声も上がって、これお客さんは面白い見れたんじゃないですかね。はい、寺西さん、はい、今のゴールパフォーマンスなんですけれども、うん、BS のダイアン吉日の番組で竹山、はい、カンニングの竹山一人が強く持っているんだと、やはりそこは遊びの中でも勝利にこだわるという、そういうまた南米のチームらしさというのも感じさせてくれました、うん、お、ここは抜けるか、カワスに戻してシュート、まあ、やはりチリの国内リーグとはそのプレッシャーというのも随分違うでしょうね。そうでしょうね、だいぶ違うと思いますね、はい、縦に早く出して抜けますが解放に、この辺りをダイレクトで抜け出すプレーが多くなっています。ゴーベルヤネスが振ってチャンスになるか、左から渡辺クロスボールが入る、シュート、まだあるか、その前に笛が鳴りました。とこうやってボールが回っている間、神戸レオネッサ逆にボールを触る回数が随分とその時間も減ってきています。そうですね、コロコロ、そうですね、ここもそうですもんね、はい、全くコロコロのプレイヤーは触れませんでした、はい、そして裏へ、ここも抜け出すか、スピードで振り切りました。中へ、川澄が待っていましたが、ここをもう一度シュート、中島のシュート、またミドルレンジからシュートを放っていきました。中島ソヨン、縦にゴーベルヤネズがいましたが、ここはまた中島に戻します。南山、右の一番遠いところにいたところですが、川澄抜け出してクロスボールが入る、ゴール前ヘディング、ここはクリアしました。ゲーム出場しています、はい、しかも南山は本当にこう勝負どころで、はい、印象に残るシーンをする、仕事するんですよね。そうですよね、その南山からソヨン縦へ出して、ゴーベルヤネズが抜け出しました。ゴーベルキーパーの残りへ入れた、おっと、おっとおー、これはゲートアイナ、ゴーベルヨネッサがリードしています。あ、ここはうまく取りましたね、はい、アスカニオですね、ここしかし取り返した、川澄が振り、川澄オフサイドではない、キーパーと1対1シュート、2点目が入りました。2対0、川澄が抜け出しての追加点のゴールですけども、まあでもその前にあそこで川澄振りにしちゃいけないんですね、はい、これはね、日本のチームだったら、
ですから本当にこう可動域の違いが両チームはっきりとしているということですよね。ゴーベルヤネス、ここもプレッシャーはかかるんですが、ここをまあ1人2人とこう外せるシーンが多いんで ね、はい、そ, うですね。そうするとこうしっかりこう横にねサポートがいて中盤が、そしてここでスペース抜け出して中に入れた、ゴーベルヤネスシュート、ここはよく戻りました。よく戻りました。サイのプレイヤーです。そしてここで笛が鳴りました。前半の45分タイムアップです。先制ゴールはこのゴーベルヤネズ、立ち上がりの15分、そして39分に川澄が抜け出してキーパーと1対1を冷静に沈めました。思うらしく逆にコンディションを合わせやすいんですという話をしていましたね。こう寒いところ怖さもあるでしょうしね、こう筋肉系の ね、そうですね、はい、そこはやっぱり十分気をつけてないとというところですね。はい、マーキングが絡みます。川澄から横へ入れてフィニッシュまではいきませんでしたが、だからララが上がろうとしたところ川澄がこう守備をして、はい、そうなると今度はララの後ろが開くというね、アイナクが攻めやすくこうなるんですね。はい、はい、ボールが出ました。中にゴーベルヤネズ高瀬がいますが、ゴーベルヤネズ2枚に来た、ファーの高瀬、これで完全にニアに動いたゴーベルヤネズかと思われましたが、大きく動いてマークを外すような、ね、はい、そういうシーン見られないですね。さあここはパスミスをうまく取りましたが、長いボールが入る、川澄、中にゴーベルヤネズ、その後ろに入ったがシュート、うまくフォローに回りました中島。中島今何メートルスプリントしました、ハーフライン手前じゃないですかね。いやー今中島のまさにスプリント力が生きたゴールです。はい、右サイドバック、左サイドバック、いろんなポジションを ねこなしているプレイヤーです。そうなんです、今日は中盤、おここは抜け出そうというところですか。まあ、ですからそういう意味ではこう守備に回る試合というのはほとんどないでしょうか。ほとんどないと思うんですよね。迷いた抜け出すがオフサイドフラッグが上がります。まあ、とにかく次も試合はコロコロ回ります。その次の試合に向けてもここはゴーベルヤネズが抜け出すか、点を取る、あの自分たちの攻撃のスタイルっていうのを少し出しておきたいところでしょうかね。ね、コロコロはスヨン、スヨンかわしてかわしてパスを出してここを右へ、おそして中へ、思いちゃいですね。はい、今ちょっと出しましたね、個人技を、出そうとしましたね。こぼれたところ、ここも体を入れてツヨンの守備です。またレディダ後ろがシュート、カイホリの正面、バニニですね、打ったのはね、バニニです。まあ、チリの国内リーグでは圧倒的な強さを見せた、そしてリベルタドーレ杯では昨年優勝、今年も3位と上位に食い込んだコロコロですが、今日はなかなか自分たちの持ち味を出せません。クロスボールが入る、いやには高瀬でした、そのこぼれたところをシュートは枠に運ばなかったツヨンです。田中陽子が呼ばれたというアイナック・オエレウネサ、ツヨン左に高瀬、ここでこう、はい、そういうふうに戻るとき、ボールが戻ってくるんですけれども、はい、そのときマークが気をつけてないですね。ゴーベルヤネズ振り切ります、中へ入れる、まあ、サイドがね逆になりますんで ね、マッチアップっていうのはあまりないかもしれませんが、そう田中陽子、まあ、自分の持ち味はシュートなのでゴールが見えたら足を振りたいと話していた田中陽子です。川澄入れます、走り込んでボール呼び込んで、中のゴーベルヤネズですが戻ります。
コロコロはちょっとボールを持ってない選手がちょっと見ちゃってる感じですね、攻撃の時にね、はい、どうしてもこう連動というのはなかなか見られないですね。さあここは抜け出せるか、赤い堀出てきます。勇気のある飛び出しです。国際舞台の経験も豊富な甲斐堀、非常に落ち着いたプレーです。そして今トップ下に回っているゴーベルヤネズ、このゴーベルヤネズの先制ゴール、川澄の2点目、中島の3点目、3対0とアイナ神戸レネッサがリードしています。さあ田中陽子、中へ入れて、うん、これはバックパスを取られましたかね。見つけていくのか、中島がボールの前、川澄が動いていて、川澄なんとか石を報いたいというコロコロでしょうね。さあここは前を向きました。あ、バニニがドリブルからバニニ、うん、パスを出す、もう一度戻るか、ミドルレンジ、今度は右へ展開、ここ切ります。ゴーベルヤネズ、ここで笛が鳴りました。3対0、アイナック神戸レオネッサ CSD コロコロを破りました。モブキャストカップ国際女子サッカークラブ選手権2013決勝戦へ進出。